ミネベア航空はかつて存在した日本の航空会社。ミネベアの子会社だった。2002年に運航を終了した。日本資本の航空会社だが、アメリカに本社を置く日系アメリカ企業だった。航空会社コードは不明。なお、アメリカシップナンバーの航空会社記号はメガバイトだった。ミネベアの航空運送業務のみを担当していた。AL、フランスより購入した。 ボーイング707貨物機によって日本から東南アジアにあるミネベアの工場への部品輸送を開始した。1995年からは、価格混載型のマクドネルダグラス DC10 から 30CF 型をサベナベルギー航空から購入し、空輸貨物と共に移動社員を乗客として運行していた。しかし、ローカルコンテンツの拡大により、空輸貨物が減少した。 その上に、後継機となる、マクドネルダグラス MD-11 等の、過客混載型の中古機材が出回っておらず、改造するには、ブレイクイーブンに達しないことが判明したため、2002年に、会社を生産することを決定し、運行を終了した。ボーイング727ダグラス DC-10 から、30会社生産のプレスリリース。ありがとうございます。